どうも、まっちゃねです。本日の企画、お年玉かけて勝負しろ。本日はですね、まあ年が明けました。皆さん、はい、せーの、明けましておめでとうございます。はい、なんでね、まあ、年が明けてやることといったらですよ、カルタにしかないじゃないですか。はい、なんで今日は家族でカルタ勝負していこうと思います、これね、負けた方お年玉ください。いくら？あ、もうそれはもうお任せします。まあ、こちらですね、ゾコミカルタ、こちらの概要を説明いたしますと、お話をしながらカルタをするツッコミカルタらしいです。この白い方を20個並べて、真ん中にこの黄色のテーマっていうのを山札を置いておきます、で、その1枚取って、取った方がフリートークをします。フリートークをしてる中でボケてほしいです。で、その白いカード置いてあるところからツッコミカードを取るっていうゲームになっております。もう分からなかったら調べてください。はい、説明がこの世で一番苦手なんで。はい、それではですね、やっていこうと思います。それではレッツラゴーディン、まっちゃね、やっていきます。最初はグーじゃんけんぽん、よし。はい、じゃあどうぞ。トークテーマ、自分の番称。せっかちだから、昨日さ、仕事関係の人から電話かかってきてさ、はじめまして。で、で、そこで切れちゃった。ボケだよ。よっしゃ。ずるいね。ずるいね。はい、次、私行きます。はい。もし、海外に転勤になったら、はい、私ですね、卓球部だったんですね。卓球部やらせていただいてて、野球めちゃめちゃ好きだなと思って。野球ですか？卓球の話してるのに。もし100万円ゲットしたら、リアルにもし100万円ゲットしたら、家電を全部買い替える？あ、違うな。100万円だったら、あんたの YouTube 部屋を一室借りる。借りるようにしようかな。やばい、ない、あったのにな。もうタイムアップだよね。うわー、くそと、真面目かでよかったのよ。うわー、確かに、ね、真面目かでよかったの。悔しい。もし無人島に3つだけ持っていくとしたら、はい、私持っていきたいものも決まってまして、1つ目、水絶対必要じゃないですか。2つ目はバナナ持っていきたいなと思って。バナナ？だからバナナ栄養が多いから、バナナ欲しいなと思ってるのと、そうですね。ゴリラか。うまい。はい。です。ドキッとする瞬間。ドキッとする瞬間は、この前のドラマの最愛が、もういつもドキドキしてた。あの、犯人が誰かわからなくて、かな。ドキドキしてた。なんかちょっとゾワゾワするドラマだったから。泣くない？泣くない？ないじゃん。ないの？ないよ、喋らんでよ。え、でもそれも作戦だよ。すごいじゃん。でも作戦だよね。自分なりのこだわり、私のこだわりは、まあとりあえず知らない人には挨拶しないこと。尖ってるな。好きな季節、冬もダメで寒いから、夏もダメで暑いから、秋は食べ物が美味しい、春は私は丸好きだから春です。ヒップホップか。あ、もらえるんだ。最近喧嘩したこと、片言見させていただくと、そんなに喧嘩してる感じはないんだけど、まあしょうがないから喧嘩しちゃったかもある、あ、誰目線だよ。昨日の出来事は、お掃除屋さんに来てもらいました。お風呂場と換気扇を全部掃除してもらいました。昨日の出来事。はい。終わったやん。だって本当だもん。終わった。ブーだ。仕事中のハプニング。これ私が見た体験なんだけど、まあ、ある日、アパレルで働いてた子がいたんだけど、その子がね、
棚8枚足に振ってきたらしくって、でもその日すごい移動とかも多かったらしくって、オープン前にお前だろ、これ事実の話、事実の話、あでこれで涙しちゃうかもしれないよ、忘れられない苦労するようなボケでもらいたいんです、あボケ忘れられない苦労話、ボケてください、忘れられない苦労話は、苦労、忘れられない苦労話、どういうこと？そうだろ？よっしゃ。早く寝る方法に関しては、早く寝れるの？早く寝る方法は9時ぐらいに布団に入りたいなと思ってるんだけど、イントネーションが違う。好きな映画は、お田中圭さんが出てる。そこにもいる。好きなゲームは、うん、石でお絵かきすることと、木の枝集めたり、火起こし。縄文時代か。あー、尊敬する人。全然真逆だな。うちの親が、実はね、昔からガチの、まあ、なんかまあ、たまにいるじゃん、先生とかにさ、ぶち怒る、うん、それさ、5回5回やるよね。私認めることになるからちょっとやめてほしいけど、一応ゲームだから。はい、モンスターピアレンツか。はい、さあ数えよう。はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26、イエイ、はい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 、ずっこいよね。ほらうんって言ったもん。いやだけどでもゲームだから、聞いて聞いて聞いて、はい、ボケてないから突っ込めないのよこっちが。うん、だけど知らないゲームだもん。いやでもゲームには勝ち負けが必要ですからね。で10分から20分の割には結構かかったね。まっちゃんね、はい、はい、めちゃめちゃ悔しいんですけど、次のシーンは私がお年玉を渡すシーンに変わっておりますので、はい、楽しみにしてます。はい、てなわけで私しっかり負けました。しっかり負けました。どうも敗北の松です、よろしくお願いします。てなわけでしっかりちゃんと下ろしてきました。奥様ゆきちさんこんにちは、学問のすすめの方ですね。私は知ってますよ、合ってます、合ってるね、オッケー、当てるらしいので、このまま学問のすずめっていうことで、ドッキリも仕掛けていこうと思います。こちらの福沢諭吉さん普通に渡すのでは、やっぱ福沢諭吉さんがこのお札になった意味がないかなと思ったので、うん、うちの家帰ってきたらね、もちろん手洗うんですよ。でも手洗う時にタオルではなくって、ティッシュペーパーで拭くようにしてます。でそのティッシュペーパーの中にこの福沢諭吉様を入れておきます。で手を洗ってティッシュ出したら福沢諭吉出てくるドッキリ。はい、てなわけでですね、とりあえず帰ってくる前にさっさと入れていきたいと思います。ここに、はい、こんな感じに、もう分かんなくない、でもね一応隠れてるって。でこの隠しカメラはどこに置くかが問題よね。まあ考えます。じゃ仕込み完了。とりあえずターゲット変えてくるまで私も編集しまーす。はい。はい。帰ってきた。タコ買ってきたよ。負けるし、ドッキリもミスるし、はぁ、あ、最悪だ、はぁ、あ、いい年になりますように。皆さんもじゃんじゃん、ドッキリ大失敗。ドッキリまさかの大失敗。うざい。動画良かったなって思う方、おめでしたらいいね、
コメント、チャンネル登録お願いします。以上、まつ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 うーまちゃんでした。おいちょー。